おはようございます。ラナです。で、今日ですね、台湾に来て、1、2、3、はい、3日目でございます。で、今、いつも通りで、市民のところから出て、今日は、なんと、一番有名な観光地に向かいたいと思います。で、どこっていうと、はい、皆さん、どこでしょう？はい、9分でございます。日本語に直すと9分になりますが、あのオリジナルの名前はジュフェンっていうところです。はい、で、行き方も一応調べまして、今のところですね、ここの近くからバスが出てるので、そのバスに乗って、まあ、1時間ぐらいで乗り換えなしで到着すると思います。はい、行きましょう。はい、で歩いて、まあ、7分ぐらいのとこでバス停にたどり着きました。まあ、一番このやつじゃなくて反対側のバス停に行きます。はい、まあ、目印としてはね、あの近くにスシローがあります。 Google マップに沿ってきたんですけど、ないですね。ところですね、あのそちらのバス停なんですが、あの市内のバスと駅が違うところになります。はい、はい、こちらに乗って、はい、ここから乗ってここまで行きます。あのね、バリバリ雨が降ってますはい、まあ、確かに山の上だから、まあ、天気が急に変わるっていうのはありえるんですけど、まあ、天気予報を見て雨ではなかったし、でね、もう本当にあの市内の方でプラス35度ぐらいで超暑くて、もう晴れ晴れって感じだったのにね、こんなに、なんだっけ、バスになって、まあ、1時間もかからないぐらいの距離なのに、こんなに天気が違うと思いませんでした。傘を買おうか。カッパにしちゃいました。どうですか？人生で1回も来たことないんですけど。まあね、傘っていうテーマあったんですけど、あ、っていうか、え、ちょっと待って、雨止んでるんですけど。お、早速入り口からストリートフードはたくさん。メインストリートを歩いてみましょう。はい、もうガチいろいろありますね。いろいろ美味しそうですね。超お腹空いてきました。これも人気店っぽいですね。すごい人が並んでます。すごい杏仁の香りが。なんだ？お、
みっぱい。おー、イカもある。散歩してちょっと疑問に思ったところはあるんですけど、なんか日本って最近というか数年前なんですけど、台湾式カステラっていうのはなんかすごい流行ってて、なんかめちゃくちゃ店が多かったんですけど、なんか台湾に来てカステラ売ってるのはまだ1店舗も見たことないんですけど、え、なんだろう、ただの負けじのかな、あれは。はい、お寺があります。へえ、日本と全然違う感じで、そちら上の山を見るとなんかちょこちょこ小さいなお寺とかなんか見えると思うんですけど、あれ気になりますね、行ってみたくなります。寺とかどういう風に参りするのは調べればよかった。晴れてきましたね。カッパのおかげで、ね、パソコンとかバッグとか乗れてなくてすごい良かったですが、でも逆にカッパの中で暑すぎてすごい汗かいてきた。ここめっちゃいい景色が素敵すぎる。どうやら移動ね、まあ、リランドも。ハロー、ユコミ。さっきのところと比べれば、こちらはすごい落ち着いてる通りです。眩しい。はい、めっちゃ人が。よし、来た来た。ジブリの千と千尋の神隠しのモデルになってたところですね。ではまあ、せっかく来てるのでちょっと中に入りたいと思います。どれくらいかかるんでしょうね。今28分。わー、very nice you。 This is long tea? Long tea in cup、about 1/4 okay, now it's a no drink versus wash tea、wash.No drink. Okay, now it's the first one, 20 second. First one.Yeah. Yeah, this is it.
be careful. せっかくなので台湾ビールもいただきたいと思います。はい、はい、皆さん、じゃあ今日も一日お疲れ様でした。乾杯。あ、暑い日にちょうどいい。なんだろう、黒ごまのお菓子って感じですね。次はこれは何だろうね、なんか抹茶味っぽいやつですね、多分。全然わかんない。砂糖と小麦粉固めたやつ。これはね、きなこ餅かな。なんかわらび餅っぽいやつ。最後はこれ。めっちゃ甘くした梅干し、うん、最後に食べたやつは一番好き。さらに人が増えてます。はい、ポストカードいただきました。はい、皆さん、今日の動画はいかがだったでしょうか。いや、もう本当にね、夜まで待っててよかったと思います。いや、もちろんね、ヒールに着てて、ヒールの晴れであればすごい綺麗だし、で夜になるとまた、まあなんだろうな、いい世界観ですごい出てくるので、まあ正直といえば、行くであればヒールでも夜でもやっぱり両方楽しんでもらった方がいいと思います。着いたのは2時半ぐらいだと思いますが、今の時間でも、ですね、こんな感じで、はい、8時でございまして、これから台北に帰りたいと思います。OK? OK。 この動画はいいねと思ったら、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録の方お願いいたします。じゃあ本当に最後まで見てくれてありがとうございます。じゃあねー。